だから私のうちはてんやわんやの大騒ぎ。盆と正月一緒に来たようなてんてこまいの忙しさ。何がなんだかさっぱりわからず、それがどれやらさっぱりわからず、何も聞かずに飛んでは来たけど、何を買うやらどこで買うやら、それがごっちゃになりまして、わてほんまに余裕あんわん、わてほんまに余裕あんわん。たまの日曜サンデーというのに何が因果というものか、こんなにたくさん買い物頼まれ人の迷惑考えず、あるものないもの手当たり次第に人の気持ちも知らないで、わてほんまに余裕あんわん、わてほんまに余裕あんわん。何はともあれ買い物はじめに魚屋さんへと飛び込んだ。タイにヒラメにカツオにマグロにブリにサバ、魚は取りたてとびきり上等買いなはれ。おっさん買うのと違います、刺身にしたならおいしかろうと思うだけ、わてほんまに余裕わんわん、わてほんまに余裕わんわん。鳥がいやかがいたこにいか、エビにアナゴにキスにシャコ、わさびを効かせてお寿司にしたなら、なんぼかおいしがろ、なんぼかおいしがろ。お客さん、あんたは一体何買いまんねん。そうそう、私の買い物は魚は魚でも、おっさん鮭の缶詰おまへんか、わてほんまに余裕わんわ、アホかいな。ちょうど隣は八百屋さん、人参大根にごぼうにレンコン、ポパイの好きなほうれん草、トマトにキャベツに白菜に、キュウリに白ウリ、ボケナスかぼちゃに、東京ネギネギブギブギ、ボタンとリボンとポンカンと、マッチにサイダーにタバコにジンタン、ややこし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 、ああややこし。ちょっとおっさんこんにちは、ちょっとおっさんこれなんぼ、おっさんいますかこれなんぼ、おっさんおっさんこれなんぼ、おっさんなんぼでなんぼが、おっさん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 、おっさん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 、おっさん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 、わじゃ聞こえまへん、わてほんまに余裕あんわん、わてほんまに余裕あんわん。